では、教科書の第1章の数ベクトルと行列から入っていきたいと思います。まず 1.1 節はですね、平面ベクトルのスカラーバイトはということです。で、教科書を見てみますと、1ページからこう教科書を開いてみてみますと、こうなんかずら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 といろんなことが書いているんですけれども、実はこのずらずらっと書いているところにゲームのルールがいろいろ書かれてありまして、気をつけていないと見落としますので、一応僕のスライドではこれ一個一個定義これこれ定義これこれというふうにルールを書き出しておきました。ですので一応それも本のどこにこのスライドの内容が書かれているかということも注意しながら聞いてみてください。でまず定義として平面ベクトルっていうのが定義されております。教科書の 1.1 節の3行目くらいですね。でまずここでは R というのを実数全体の集合とします。まあ、実数は多分皆さん分かってると思いますけれども、で、この実数ですね、X1、X2 っていう実数に対して、この X1、X2 を縦に並べて、こう、括弧でくくったもの、これを平面ベクトルと言います。で、これを一文字で書くと、一文字の X というふうに書きます。で、まあ、この太文字の X で書かれた平面ベクトルに対して、それをなしですね、この実数、2個の実数を、それぞれ X の成分と言います。で、この平面ベクトルというのは、この X1 と X2 の値をいろいろ入れ替えますと、まあ、無限にたくさんのベクトルができるわけですね。そうすると、ベクトルがたくさん集まった集合というのを考えることができます。で、この集合、平面ベクトル全体の集合を、この R2 っていう記号で表します。まあ、R の2乗みたいな記号なんですけども、R2 というふうに我々呼んでおります。で、この2っていうのはどういうものかっていうと、結局この実数がこう2個並んだベクトル全体ですよっていうことを言ってるわけですね。で、それから、あとこの集合の記号ですね、内包的記号は多分数学リテラシーでも学んだと思いますけれども、一応よく、これなんだっけって思う人はよく確認しておいてください。これは実数を2つ並べて括弧でくくったものを、この X1 と X2 のところを実数全体を取って、いろいろ変えて集めたベクトルの平面ベクトルの集合です。はい。で、次に、ベクトルの相当という定義がしてあります。相当というのは、等しいという意味ですね。で、ここで2つのベクトル、X と Y があったときに、このベクトル X と Y が等しいというのはどういうことを言うかっていうと、これ、各成分が等しいときですね。X1 と Y1 も等しく、かつ X2 と Y2 も等しいときに、この2つのベクトルは等しいということにします。そしてこれを X イコール Y という記号で表すというわけですね。はい。次に、ベクトルのスカラー倍というのが定義されています。これは1ページの下から2行目の括弧1番ですね、教科書ですと。で、ここでは平面ベクトル X っていうのをこう取ってきまして、でそれに対してある実数 C というのを、まあ、スカラと呼びますが、これに対して、このベクトルですね、X1 を C 倍して、X2 も C 倍したベクトル。これを、X のスカラー倍、もしくは C 倍と呼びまして、X に C を左にかけたものとして表します。ですので、まあ、だからこういう記号をこう、まあ、発明したっていうか、新しく定義したってことですね。ここを見たら、これは各成分を C 倍したんですよっていう意味です。で、特に、このスカラー C の中でも、このマイナス1をかけたやつ。これですね、マイナス X1、マイナス X2 っていうのを、これは単にマイナス X という記号で表します。まあ、この辺は、なんか整数に対して負の整数を定義したときと同じような要領ですね。ちょっとそれも思い出してみてください。はい。さらに行きますと、次にベクトルの和ですね。これは教科書2ページに入っていますけれども、この X と Y という2つのベクトルの和というのはどのように定めるかって言いますと、ここにありますように、それぞれの、成分の和ですね、を並べたベクトル。を使って、このベクトルの和 X プラス Y というのを定義しています。で、ここで一応注意してほしいことはですね、このベクトルの和というのを、まあ、定めるのは、これ新しいことなので、その既存の何か道具を使って定義しなきゃいけないんですね。何を使っているかっていうと、ここで実数の和っていうのを使って定義しているということに注意してください。実数の和はそれもう分かっていると、我々分かっているとして話していますので、まあ成分の、各成分の和からなるベクトルを、まあ、このベクトルの和としますということを言っています。で、ここで x プラス y が定義されたんですが、特にこの x プラスマイナス1倍の y、さっきやりましたね、スカラー倍ですね、y のマイナス1倍を加えたものを、まあ、x マイナス y という形で記号で表すという定義もあります。
はい、それから教科書2ページ目の真ん中ら辺ですけれども、ゼロベクトルというのがありまして、これはゼロ、両方の成分に並べたベクトルですね。これをゼロベクトルと呼んで、太文字のゼロというふうに表します。さて、そのですね、教科書ですと、ゼロベクトルと呼ぶと、すぐ次の文に、すべてのベクトル x に対し、x-x イコール0であるということを書かれているんですが、まず数学の本ではこういうふうにこうさらっと書かれている事実があるんですが、実はちゃんと証明できますので、ちょっと今までの定義とかアイデアを使って証明してみましょう。これ一つ命題として書くことができます。まあ、命題っていうのもある性質、数学的なある性質ですね。この x っていうこのベクトルに対して x-x イコール0が成り立つ、証明してくださいって言われたら皆さんどう証明しますか。でこれは一応、そのベクトルの和の定義に戻って考えてみればいいです。x-x ですね。で、ちょっと途中式を省略してますけれども、これっていうのは結局、各成分で書くと、x1-x1 と x2-x2 を成分に持つベクトルだったわけですね。で、それが実数の性質では、これ成分ごとに x1-x1 は0だし、x2-x2 は0ですよって、まあ、当たり前の性質なんですけども、まあ、そういう当たり前の性質を組み合わせると、このベクトルも0ですよってことが言えるというわけです。ですので、すごく当たり前のことを言ってるんですけれども、まず数学ではそういう当たり前のことを使って、こういう新しいことをどんどん示していくということにも注意してください。はい、次に、基本ベクトルですね。平面ベクトルの中でも特別なベクトルがあって、10っていうベクトルを E1 と書いて、01っていうベクトルを E2 と書くことにします。でこれを2つとも基本ベクトルと呼びます。はい、だんだんですね、複雑な定義になってきましたので、今すぐここでこう言われてもなかなか頭に入らないということはあると思いますから、そういうときはまた復習してみてください。次の定義は線形結合の定義です。ここではその R2 のベクトルを、R 個持ってきました。A1 から AR という R 個持ってきます。それから、スカラー、実数ですね、実数を C1 から CR という R 個持ってきます。でこの時にベクトルのスカラー倍の和を作るんですね。どういうふうに作るかっていうと、A1 の C1 倍、プラス A2 の C2 倍、プラス…プラス AR の CR 倍。で、まあ、これらっていうのは、結局、やはり平面ベクトルなんですけれども、この平面形の平面ベクトルのことを、この A1 から AR の線形結合、もしくは一次結合と呼びます。でこの線形結合や一次結合はこれからずっと線形代数の中で出てきますので、まずこういう言葉の意味をですね、よく理解しておいてください。